はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムンです。ペイグリーンやっていきましょう。はい、今日からですね、クルシーボールレベル12に突入ということで、はい、爆弾のダメージが、減るよと。赤ボム、黒ボム15減って、赤ボムに関してはさらにマイナス50ということで、まあ相当辛いっていう話です。なるほど。もう何時間経った？3時間。3時間ぐらい。それは嘘だな。そんなやってねえ。それは嘘。うん、あ、シストの探検いいじゃん。かなり良い。左は？あ、トゲ、ね、なんだっけ？トゲはね、クリティカルの方が上がるね。01だね。まあ気づいたことはもうとにかく爆弾のダメージが減るのが辛いってのと、中ボス、気軽に中ボス行ってはいけない。そうね。あ、それはもう間違いないしです。ここ掘っていこうかな。ワンちゃんお前の得意な真下で。俺の得意だ。いつから俺の得意技になったんだこれは。お前なんか真下に落とすの得意だったよ。あ、本当に。あ、なんかそこ真下行くことあるって時になんかポン真下行ってた。ポンポンってただ下に。マジでそんなことあった。マジか。そのまんま直下で落ちていくやつ。いや、俺真下のケソポテトとして生きてた。真下ポテトね。爆弾多くて楽でいいね。あ、いいね。あ、敵も多いんだ。まだ3人控えてるからね。うん、でもまあだってここ食らうことほぼないから。そうだ、ね、ここからはスライムだし、うん、ありがたい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 。じゃあ真下のケソポテト再利、あ、いや、もう一匹出てからにするわ。オッケー。まあ、そこほら転がってくじゃん、コロ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 って、はい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 、なのになんか上に落としてそのままボトボトって落ちる回があったよ。そんな回が、伝説の回が、うん、伝説の回が盗まれそうですね。あ、すごい、あ、すごい。伝説の回が盗まれるけどちゃんと計画にのっとってそう。作者が盗ませてそうだ。ああ、ありましたね、アンハーズで、そのね。ああ、取れないのか、うん、まさかの何も買えないっていう。まあ、コインちょっと稼いで。そうですね、コイン欲しいですね。右かな。まあどっちでもまだいい、うん、まだいい、まだいい。じゃあちょっとコインを優先で、うん、3コイン。4コインまで遠かったな。今いろんな可能性があったのに全部避けてったもん。びっくら超えちゃったよ。まあここ爆弾多いんで辛くないっす、あんまり。だからコインメインでいきましょう。コインメイン、はい、コインメイン。なんだよん、別に。何も意図はない。ああ、ないっすか、ないっすか、ないっすか。よっ、お、いいね。あ、素晴らしい。いい、リセット、いい、いいリセット。うん、ダメージも出てる。雲うぜー。雲やだね。あ、まあ戦闘のバッターはこれで死んだ。爆弾そんなに踏めないことある？綺麗に避けすぎじゃない？回避尽くしましたね。これ雲にターゲッティングしてさ、でクリティカル当てちゃおうよ。ああ、なるほど。ああ、当たんないのか。いや、バウンドのケソポテト。ああ、いろんなケソポテトいるんだな。いろんなのがいます。真下のケソポテトから、バウンドのケソポテトから。なるほどね。さあ、あー、マトリョブカのケソポテトも来たか。でも岩じゃね、どっち。だが岩、うーん、岩も強いし部下も強いし。待って、ボスは何？すごいな、もうボスで決めようとかあるんだな。ああ、大岩いいかもね。大岩いいね。木を貫通しながら敵に大ダメージ。岩を取って、うん、オッケー。あ、強化できないのね。できないですね。ちょっとコイン優先でいきたいか。どっちでもいいんだね。あ、はい、うん、優先した割には1か。俺のセリフだね。あ、ここはまあ取りこぼすにこぼしたな。楽できますかね。まあ掘っていくこと優先して、掘って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 、ミスタードリラー。あー、やっぱドリラーだよね。いや、ドリラーってことは伝わった。うん、でも知らない。うん、これちなみに、うん、2回目なんですけど、ね、この話したのね。この話したの2回目なんですけど、ね、あと下手すぎじゃない、ミスタードリラー。あまりにも下手では。ですね、しかも、おい、ミスタードリラー復活してるって。ミスタードリラー掘り直しです、これ。進むくん
あ、いい進むんじゃない、これ。いい、これいい、これいい。これ起爆まで行く、ね。ナイス進む、ナイス進む。あ、オッケー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 。1個だけ？ケチケチしなさるな。いて、もういじめじゃん、こんなの。あ、大岩か。これ真下の手の方じゃない？左、左、左行こう。左行けるこれ。あ、行けないかな。いけるか。振り返るしなくね。1か別に変わんねえか。いや、これ3から4大事よ。オッケー。お、いいよ、しかも。これ、しかも爆弾もいくんじゃない？かなり。最高、最高。あ、最高。あ、最高、最高。あ、お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 、あと、HP5 のバットが2体だけ、全然違え。もう、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ見誤ったな、いろいろと。いや、びっくりした、今。何も、全然違うのが残ってるし、バット残んねえし。まあ、これはもう。また大岩か。まあ、でも強化しちゃうか。大岩強化で強くしていきましょう。はい、はい、うん、悪くない。宝箱が左かな、さすがに。そうだね、まあこっち打っとけば、まあさすがにそれは大丈夫じゃないでしょう。うおうおみんな今奇跡を見たかい見してしまったな。おい、どうなってんだ。あそこから右に行く保険があるんですか。いや、でも今のはしょうがない。今のはまあしょうがないよね。マジでしょうがない。許してほしい。本当にギャンブルチップ獲得しました。はあ、びっくりしたな、こんなことがあるんだな。いや、熱い熱いよ。ああ、ゲソモデルさん熱いよ。そうですか、熱い。今のギャンブルチップがあるんで。あ、ごめん、喉も痛い。もう満身が創痍です。満身創痍、まあ、さりげなく今ハテナで中ボスを引いちゃったんですよ。あ、そうっすね。結構やばいっすよこれ。あ、中ボスだけはやばいっす。そうだね。まあでもしょうがない、面白い。しょうがない、面白い。面白いんだな、ゲソポテトって。え、もう踏んじゃう？まだ温存、温存すか。温存ってか、うん、まだいいんじゃない。せっかくいい、じゃあここら辺確定で踏める位置にあるからさ。ああ、もういいか。じゃあ使っちゃうか。まあ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 、クリティカル確定で踏める、クリティカル確定で踏めるか。でも戦闘か。ああ、そういうことね。確かにね。まあでもいいんじゃない。踏んでっか。踏むは踏んでいいと思う。 OK。 あ、 0.5 倍、倒せたらラッキーなんだけどね。あ、77の 0.5 倍、はい。うーん、じゃあもう何も良くない。あ、いいじゃないっすか。リセット当たる？さすがに無理みたいね。オッケー。普通に下で真下のケソポテトでいくわ。ああ、全然だ。あー、あー、でも2倍のケソポテト全体60ダメージ、結構偉い。結構偉い。じゃあリセットじゃない、踏まないの。まだ爆弾を。ああ、爆弾踏みたい。今のうちにピュン。1機爆ね。1倍。本当に爆弾だけ。そうよ。パンパン。あ、真下のケソポテト。あー、失敗。ー、まさかの 0.5 倍のケソポテト。痛い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 。ギャンブルチップ失敗してね。失敗してない。え、クリティカル踏みたくね。あ、いいや、 0.5 だから関係ねえや。 OK。 さあ、こっからよ。こっからっすよ。タイマン、タイマン、タイマン、はい、よいしょ。2倍のケソポテト、でかい。66ダメージのケソポテト、でかい。お、右で2倍のケソポテト。 OK。 クリティカルのケソポテト。お、 0.5 倍のケソポテト。うるせえ。うるさいね。うるさいケソポテト。ああ。あ、リセットのケソポテト。2倍のケソポテト。お前何回自爆すんなよ。やばいやばいやばい。もう、つらい。右折りごめん。ほら、右折りごめんクリティカル。ナイス爆弾。死んじゃう、死んじゃう、僕死んじゃう。なんでギャンブルチップ取った。まあ男にはやっぱギャンブルしなきゃいけない時もあると。男にはな。1倍いいね。痛い痛い、死んじゃう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 。負けですね。これね、負けですね。おいおい、全然だよ。これ負けですね。全然だよ。50ペグは踏めないっすね。あ、すごい。あ、もうダメだこのゲーム、難しいんだから。全然勝てないっすね。やばいよこれ。ダンベルね、フレッシュバンダナね。まあダンベルかフレッシュバンダナじゃない。ダンベルリロード構築するか。
ありだと思いますよ、ダンベル。バンダナ強いよね、バンダナ強い、安定はするよ。うーん、バンダンベル、いやバンダナじゃない、うん、あバンダナにしよう、バンダナじゃない、バンダナでいきましょう。なんか悔しい、バンダナ取らされるのなんで、安定じゃんいいだろ。でもね、やっぱ強いんだバンダナ、絶対、うん、絶対強い。クリティカルしたいね。あー、流れるようにパスしましたね、今ね。もう下にあったからね。踏めないと思ってんだろうね。まあ、いいんだけど、うん、もう気持ちが負けてる。そこがやっぱ差なんだよね。気持ちが負けてる。うん、それはある。俺とお前の差だね。お前だったら今クリティカルでいった。ああ、いった。行って失敗して15ダメージぐらい。まあまあ、それもまた一つの。あ、起爆でよくねえか。そうだね、そろそろ。そろそろもう行きましょう。真下のゲソポテト行きましょう。それで？これで。あ、まあ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 、まあ、まだまだノーダメージ、まだノーダメージ、別にのケソポテト、はい。流行ってんの？今流行りました。今この瞬間をもって流行りました。なるほどね。はい、これは難しいね。難しいのケソポテトだねこれね。これはね、簡単です。お、やるやん。さすがにな。アイサクルか。アイサクルいいね。一応貫通なんですよね。アイサクルいいね。はい。取ります。てか、アイサクルいいね。何？怖い怖い。アイサクルいいね。怖い怖い。どっちでもいいですよ。まあ、左行けば、左行けば中ボス踏まずに宝箱に行ける。宝箱行けると。許してくれよ。許してくれよ、もう。助けてほしいです。もう俺が何をしたさ。お前やべえな。今日はそういう日。いやいや、結構最近毎回よ。毎回かい？最近毎回よ。もうなんかさ、うん、ルート選択だけお前やってくんね。そうきた。ルート選択だけ。ルート選択専門家。専門家ね、うん。はい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 。専門家でも何でもないんだろうけど、まあ、それ俺よりはいいだろうという。いやいや、それだと俺もうでもコイン取らないよ。なんで？いや、なんでってルート選択が大事だからだよ。かぁそれでもプロか。あ、危ない。ルート選択のプロはそうだよ。あ、なるほどね。あ、確かに。やっぱりまだお金に未練がある。うん、お金に未練もあるし、なんか動画を考えちゃってる。動画を考えてるだと。考えてるよ。動画考えてなかったらさっきのフレッシュバンダナじゃなくてダンベルを取るんだ。そうか、あれよかったと思うけどな。ダンベル取るんだ。あれよかったと思うけど。あ、全然スカスカだ。でも全貫通。ああ、全貫通つ、アイサクル、アイサクルね。いいんじゃないですか。おお、トゥル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 、全貫通32ダメージ。うーん、美しい。弱かないんだけどね。マジで？マジで？ケソポテトさん？マジで？ウェ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 、ケソポテトさん、ちょっとまかせんか。ちょっとちょっとちょっと、あー素晴らしいダメージ。はい、ダメージお願いしますよ、お願いしますよ。リセット、あ、あったけど微妙だねそれ。いける、まあ、いいんじゃない。下を舐めてくるんだ。くるっと、ああ、まあ28ダメージだったらいいんじゃない。ここでね、倒せるんでね、これでね、こうやって、はい、ああ、うまいじゃん。ああ、うまい。やれば、ああ、素晴らしい。やればできんじゃん。ありがとうございます。やるじゃん。さてと、左に行くには中ボスがマストになってしまったか。そうですね。もう中ボス無理だで。中ボス無理だで。ひよってんの？ひよってんの？ひよってるわけねえんだよな。ひよってんの？寄ってないよな。ここの左だけかすめて、待てよ、想像しよう、ここを打ったとする。そうすると多分ね、左上に上がってく、左上に上がってったらその上のペグに当たって下に落ちて左に進めて2コイン稼ぎながら左行けてラッキーだね。わシミュレーションがおい、想像力終わってるってまあ、ほら、何も考えずに打ってるって思われるのも尺じゃん。もう考えた上でダメなんだよ。考えてないよ。
考えた上でダメなんだよってことをみんなに伝えた。考えてたら今アイサクルだったって。次でここなんだアイサクルは。でもそこに打つとダメだよ。ダメだよダメだよダメだよ。中に入ってくる。違う、そうじゃないそうじゃない、上のターゲティングの話。あーなるほど、うん、こうか。そういうところもちゃんと見ないと。なるほど。上に行けばこれアイサクルって上のやつ全部行くんじゃないのこれ。そういう感じじゃない。斜めじゃない。斜めにだから。 なるほど。あれがないとなんだろう、なんとかハンド。あー強欲ハンドみたいなやつね。そう、あれがないとダメなんじゃない。あれがないとクリティカルいかない。あーし、それはしゃーなし。前に、まあ、一貫通か。うん、敵が多いな。で上上がったから今度はどこがいいかね。戦闘飛行バット殺すか。バット殺すか。殺せんのか。クリティアルが左にあるんだけど右の方が濃いから右に掘ってきたいんだよな、ね、だったら石にすれば。あ確かに俺はでも左を掘った上で最後、あ右を掘った上で最後左に行くかなっていう淡い考えを託して。あ甘い考えだね。淡い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 。リセットも踏んじゃったから爆弾まで遠くなっちゃった。はい、戦闘そこでいいんすか。あ倒せるからな。オッケー。お下に集まったね。ただこれチャンスよ。アイサクルとかあったら最高だったのにな。そうだね。それ今上になってるよ。あーおーポン、まあ、下が詰まってきたな。ターゲッティングしっかりしないと。どこを狙うんだ今。バッツ複数形ね。バッツ、オッケー。爆弾よし。ああいいじゃん、 いいじゃん。完璧用だねこれね。ペキオ兄さんも来てくれたか。アイサクルチャンス。あノーチャンス。いていて殺されちゃう殺されちゃう殺されちゃう。そこでいいんすか。バッツでもよかったかもしれない。バッツだったら倒せた。あでも下でも倒せた。ナイス。ああなるほどね。ああ石ころだったら倒せたな。さあ爆弾で戦闘はやれる。リセットがあんまいい位置ではないね。ああ次爆弾爆破させれば戦闘みたいに倒せる。アイサクル、おナイスナイス。一貫通ナイス。ああま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 あ悪くない。さああとはこいつを倒したらいいだけだ。はい、クリティカル、 ありがとうございます。結構食らった。まだ倒してない。まだ食らいますよ。左の方めっちゃ余ってんなコイン。そうだね、左の方はなんだこれ。オーベリスクか。普通に来たね。アイサクルをちょっと強化してってもうこいつにかけていこう今回は。でまあもうどっちでもいいじゃないですか。そうですね、宝箱も取れないんで、うん、そうだったら左のいっぱい金貨を取っていきましょうか。取って、うん、2個微妙。あんなにあるのに2個。2個な。2個ね。難しい。ああここですね。お得意ですよ、はい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 、私。あこれ中に入れられるのすごい。最高だねこれ。アイサクル、うん、クリティカルを狙って。えそんな跳ね方するんだ。あ戻ってきた。おかえり。えらいえらい。あえらい。えらめ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 えら。クリティカルはしないけど。これ全部倒してはないの。倒したね。ああ後ろのやつがぬくぬくするね、うん、まあまあいいんじゃない。えもうこれもうでも何もすることないから爆弾を狙いたいね。てかコインか。そうだな、コインも掘っていきたいね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あーいいね、左の。いいじゃん。あーいいコインだ。いいじゃん。かぁ真ん中も行ったれ。うん、うん、まあ左は取り切ったな、ほぼほぼ。そうね。いいじゃないですか。はいはいはい。あともう、丁寧にコインだ。なんか、そうね。あーいいじゃんいいじゃん。あーいいじゃんいいじゃん。あーまあ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 。はいはいはい。いつでも殺せるからな。えい。ああ。ああ、ゆっくり行きましょう、ゆっくり行きましょう。テリボル、これ、間入ってくんじゃないこれ。ゴミー。ゴミー弱ーい。
なんで上こじゃれてるかなと思って。ああ、なるほどね。あ、はい。もう挨拶はない。ダガ上げますか？そうですね。うん。ダガ強いっすよ。ダガ上げましょう。正直。ジュース10。めちゃくちゃだよ。うん。待てよ。回復しますか、これ。もう回復も踏んじゃう。うん。で、ショップ行ってもしょうがないんで、右に行きます。まあ、右行っても別にあんま関係ないです。コインでいいっすよ。1コイン。いってー、やめといた方がよかったか。いってー、マジで。マジでいって。本当に。食らいたくない、もう。だからなんか、とんでもないイベント来てくれ。やめろよー、なんでそういうことすんのせっかく回復したのによどっち行こうかな。どっちでもいいんだよな。うん、どっちでもいい。あ、まあ、右寄っとこうかな。オッケー。安定タク取れってもっと適当に投げて。誰が今左行くと思ってる逆に。いや、わかるよ、わかるけど、ちょっと適当だったでしょ。まあね、まあ行くやろっつって投げて。まあまあ行くやろとね。あ、やっぱそうだね。斜めね、斜め、ね、はいはい、後ろ行かないと。リセットの位置悪くないね。悪くない、いつでも行ける。なんでこじゃれてんの最近。なんか、あ、まあまあまあ先頭倒した、まあ、じゃあクリティカル踏もうかなと思ったらクリティカルが移動した。さあクリティカル移動です。こじゃれてんね。ハマっちゃった、このちょっと上に打って馬ぶる方法。ああ、全然うまくない。そういう説もね。全然うまくない。そういう説もあるんだけど。あ、いいじゃん。当たんねえか。当たるね。お、やるやん。あー、リセット踏んじゃった。ダメージ高、ダメージ高。あ、ダメージ高い。ダメージ高いね。右から中に入れれば。あー、いいっすね。いい爆弾。いやー、でも行かないか。まあ、これで戦闘は死んじゃう。踏みつつ40。いや、右だな。そこ入れんの？トゥー爆弾。トゥー爆弾はナイス。クリティカル。リ。あ、もう。虫の息、やつらは。やつらは虫の息。オッケー。もうこれでもいい。うわ、そんなことがある。笑えねえよ、もう。笑えねえって。そんなことがあるんだね。まあまあ、ゆっくり行きましょうよ、本当に。本当にゆっくり行きましょう。絶句だもん。いや、おもろいやんじゃなくて、もう絶句。まあまあまあ。絶句しちゃった。川辺オブネットいいんじゃん、取っちゃえば。やっぱ強いし。さすがに。オブネット。さすがに強いんじゃない？いいでしょう。オブネットは。お金がなくて、回復もできない、強化もできない。これは僕ね、右行きたいっすね。なんで？ああ。行って、もう本当に、本当に痛い。もう、本当に痛い。いや、もうね、すごいんだよ。あのね、すごい。ありがとうございます。すごいね。ありがとうございます。これ、愛作でもったいないな。まあ、しゃあないでも。神に愛されてんな。あ、爆弾はもったいないぞ、さすがに。ナイス。オッケーオッケーオッケー。右行け、右行け、右行け。200ダメージでもったいない。これ、ほんと、全貫通だったんですよ。そう考えたら、ちょっと飛ばしていくか、じゃあ。あ、いいね。飛ばしてって、次の愛作に備えようか。その通りです。リセット、リセット。あ、こんなのこうだからね。うわあ、すごい。危なかったね、今ね。流れるように今。お前今アンモナイトのそれを取って今下に行くところだった今。いくら超えちゃって今。奇跡の。ねえ。はい。よし。いけ。オッケー、ナイス。さあ、ここで飛ばすと。飛ばすと。来ないと。透明だね。あ、それあれも復活するんだ。うわあ。右の方にちょっと集まりすぎだな、リセットとかが。そうだね。ちょっとまあ右掘ってこうか。いや、飛ばさなくていいんじゃないの。アイサクル間に合う、それ間に合わないかも。右行ったのに左行っちゃうし。うん、でもそれは飛ばしたいでしょ。ここでリセット踏むわ。うん、ここでリセット踏んで上のそれに当てたら行くんじゃないか。これいや、上か、上か、こっちか。そうだよ、そこに当てたら左に跳ね返っちゃうに決まってるじゃない。で任せて。
ここでアイサクル1貫通持ってるんで、はい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 、これでこれでいきますと。ああよかったよかった、ことなきを得た。回復する？どうする？次宝箱だろ。宝箱はてな宝箱までいけると、まあしなくていいか、強化しよっか。オブレットちょっと強気の倍で、強気の倍、強気の倍で、まあ、どっちでもいいですね。どっちでもいいんで、じゃあもうコインを稼いでいくと。5ダメージを引く。危ねえよ。いやー危ないねとにかく危ない。あいいレリックプリーズ。チョイバルチーズ。あー質素かな、質素だ ね、はい、質素にしましょう。右です。オッケー、大丈夫だよ全てが怖い。今じゃねえんだよ、気にするとき。全てが怖いよ。あー、出た。ランダムになっちゃうから、これ受け入れるしかないかな。受け入れて右ですね。雷オーブをもらいましょう。はい。何か変化したって出た？いや、大丈夫、大丈夫。別に、稲妻がただもらっただけで、ね、変化した、うん。いや、もっとダイレクトにいけない？うん。安定だね。そうそうそう。壁ダメよ。俺、壁好きかもしんないよ。あー、いや、知ってる。あいや、いらねえ。あー、もうサンドロー、サンドロー、サンドロー。これ最強。オッケー、オッケー、オッケー。最強の見栄えね。最強のテリボール。クリティカルを踏めないね。踏めないかな。でもテリボールだったからしょうがない。上に乗せれば。いや、やめよう。やめよう。普通に言うと。しゃあない。まあまあまあ、これはこれは。2ダメージなんで。まあ、これは質素なおかげで。あ、オッケーオッケー。いい質素。飛ばしてもいい。サークルあるし。ノークリティカル、クリティカル、ノークリティカル、あら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 はい、サクルでいきましょう。ここははい、ゴー。もし上じゃない、あえあそうなってんのか。それ当たるかな、これなら当たると思う。当たってるっすか、当たってるか。あ、まあまあまあ、まあ、あ今100ダメージだった。100ダメージでかい。いいんじゃいいじゃん。ナイス。アイサクル強くね。アイサクルマジで強い。本当に強い。マジで強いね。愛してる。アイサクル。あ、ドクター。まあ、取っときますか。回復オブ大事ですからね。大事ですからね。カバンから消えるのは困るけど。はい、まあ、だから強化したいので。そうですね。はい。強化するまでは使えないですけどね。まあ、まあ、コインで稼いで。ダメージ受けないでね。うわ、あ、びっくりしちゃった、今。だっていつもはね、ああ真ん中にあるのにうまーく端っこ行けたわと思ったら、ね、うん、あ、鏡は鏡じゃん。 あ、いいじゃん。削除してもらう。そうですね、石ころ削除して。テリボルかな。そうだね、テリボルね。はい、さようなら、テリボル。いやー勝てねえな、モグラ。モグラ HP15 じゃ勝てねえ。でもアイサクルが、貫通があるね。しかも1貫通で今いいから、まあ、そうだ、ある程度上で暴れちゃっていいと思う。でもクリティカルはしたいか。8ダメージだから、ね、そうだな。右入れちゃうか。暴れてくれ。ナイスクリティカル。いや、しかし暴れてない。112か。そんな暴れない。これはもしかしたらドクターオーブ使わなきゃいけないかもしれないね、レベル1の状態で。てかもう今使うしかなくね。うん、今だね、ここだな。しょうがない、消えちゃうけど。あ、打っちゃう打っちゃう打っちゃう。でけえ回復オーブ。あー消えちゃうけど、ありがてえ。この回復はマジ世界救ったよ。いやーでもそんな、まあしゃあないか。あトゥルトゥルって言ってほしかったね。あーつるっと欲しかったな、リローリー。くそ、リセットもせんか。いやこれどうせ倒せないよね、一発じゃな。どうせオブネットもあれだから、もうオブネット一層オブネットでいくか。うそうだね。あれ上行かないか。そうなんで、上行ってほしいんだよな。しかも、はぁ、ナズマターゲティングか。あー、まあ一応そうだね。まあ一応、ただまあ、うん、左に入れてリセット狙いたいか。でもこれあんま行かないんだよな。そうね、これだったらなんか左上に跳ね返って。あー、ダメかー。ダメだー。痛えなこいつ。本当に関係ないよ、クリティカル。そうね、無意味ではある。だったら手前ターゲット、あ、まあ関係ねえか。そうね、うん、いいと思う。入れ。うわ、リセット一生踏まないやん。一生リセット踏まないやん。あ、これ直でいけるから。オッケー、ナイス。さあ来い。あ、これ返しちゃうね。あ、
あ、帰らないで手伸ばすのやめて、帰らないで挨拶一番下だ、これダメです。あこれダメです、きちい敗北です。これもいやーダメですね、勝てないですね、マジできついっす、本当にきついっす。このダメージだって全部先頭に座れるわけでしょ。そうですね、はいはい、次で死にますこれ。次のモグラが来てのショットでな、終わりだったら爆弾かな、飛ばす意味も特にないか。石ころと稲妻どっちがいいかって話よね。両方とも弱っち。さあ、ラストターン、死の宣告。ラストターンです、ラストターンです。どうする、稲妻にかける、それとも石ころにする、どっち。稲妻でリセット踏みながら、582ダメージ出すわ。オッケー、ナイス。まあまあまあ。まあそうだよね。まあ、いや、きつい。きつい。きついです。本当にもう一面すらクリアできません。一面クリアできない。やばいね。もう今日ずっとやってるけど、一面クリアできない。苦しいボールレベル12の洗礼を受けてますね。そうだね、はい、でも爆弾がきついって感じしないんだけどな、正直。爆弾がきついか、まあ敵のヒットポイントが75とかだから、まあ5ダメージ取んないんで分かるけど、なんか爆弾か、本当に、まあ、爆弾だと思いますよ、やはり大事でしたよ爆弾は。そうか、はい、まあ一面もクリアしてないですけど、今日頑張ったんで、もういいじゃないかっていうところで。これ動画になるんですか？なりますよ。もう。なるの？頑張ったから、僕は。頑張ったら動画になります。一面クリアしてないけど、動画にします。何にもやってないけど、ね。何もやってないよ。何にもやってないけどね。でもね、頑張った。構築もないよ。構築もない。でもね、頑張った。なので、動画にします。動画になる。はい、うん。だからまあ30分ぐらいになるんじゃないですか？さっきのとね、合わせて。30分これ見せんの？ 30分ぐらいになるよ。で、あ、ケソポテト30分だから、今回クリアしたのかなと思わせて、一面もクリアしてないって。これもう、ドッキリですよ。ドッキリ。うん。じゃあ、ドッキリ大成功！終わります。お疲れっす。